逃げるわよ。ほら見ろ、やっぱり罠だったじゃねえか。Merci, Zamo. Merci. 中の連中、ナイアゴロを取りこぼしたようやな。わしら、控えの出番や。ええとこ見せて、沢城の頭にアピールすんで。すっきれ！おう！やってまうで。手加減しねえぜ。さーて。俺相手に随分大げさなんじゃないですか、頭。まあな。だがお前は撃たれても生きてた男だろ。念には念を入れたまでだ。こいつが大光に撃たれても死なへんかったってやつですか。どんだけごっついやつかと思ったけど、案外普通でんな。侮るな。確実に息の根を止めろ。せやったら頭と手足を切り落とすっていうのはどうでしょう。それならさすがに生きてられへんでしょ。やり方は任せる。マグロならぬ人間解体ショーをお見せしますで。終わったらあいつの首箱詰めして明日の朝には届けますわ。守備よくやれ。頭は帰るんですか。お前らの汚い血でスーツを汚したくないからな。汚れ仕事は全部部下任せですか。あんた荒川のおやっさんの下で一体何を学んできたんですか。おやっさんおやっさんうるせえな。その言い草には昔から虫酢が走ってたんだ。まあまあ言わせたってやりましょう。どうせあいつが物言えるのもあと数分の話やし。おしゃべりは十分だ。さっさとやれ。ほな解体ショーの始まり始まり。J'ai toujours aimé les travaux manuels, donc c'est parfait, c'est génial. やる気だけは十分だ。かかってこい。俺の首を箱詰めにして頭に届けるとか言ってたよな。うらら、なな。頭も驚くだろうよ。箱の中におめえの首を見たらな。今フィーバー。めっちゃ気持ち悪いやつだったわね。近江にはこんなのがわんさかいんのか。日本一の極道組織だ。これよりもヤバいやつらだってゴロゴロいんだろ。そんな連中がどんどん陰陣町にやってくるの勘弁してよ。一番浜子さん、どうしたんだ。今シェルターへ行ってきたんだよ。シェルターへ。あの子たちの忘れ物があったから届けようと思って。そしたらあの子たちどこにもいないんだよ。シェルターの職員も全然取り合ってくれないしさ。一体どうなってんだか。落ち着け浜子さん。一緒に探してくれよ一番。浜子さん、あの子たちはもう日本にはいない。ええ、
シェルターは彼女たちを強制送還させるためのネズミ捕りだったんだよ。そんなあの子たちは自分が生まれた国に頼れる人間なんていないんだ。だから偉人町に身を寄せていたんじゃないか。私はね、私はあの子たちの幸せだけが生きがいだったんだ。なのに、なんでこんな結果に。浜子さん、私がシェルターなんか進めなけりゃ、もっと早く気づいていりゃ。浜子さんはただあの子たちを思って行動しただけだ。悪いのは浜子さんじゃない。そうよ、自分を責めないで。浜子さんは最後まで誠実だったわよ。ごめんよ。畜生。浜子さん、ひとまず休ませたわ。ありがとう、サッチャン。どんどん偉人町がぶっ壊れていくな。ハン・ジュンギが言ってたの覚えてるか。俺たちも行くあてがあるなら出て行った方がいいって。本当に考える時かもしれねえぞ。逃げんのか。だってよ、もう取り返しがつかねえとこまで来ちまってんじゃねえのか。取り返しがつかねえか。ちなみにナンバーはどっか行く当てがあんのか。いや、すぐには思い浮かばないけどよ。足立さんは親もとっくに亡くなってるし、今さら行く当てって言われてもな。最後はとてもじゃないけど妹とお父さんを置いて出ていけないわ。じゃあ決まりじゃねえか。決まり？何が？みんなここから出ていけるような状況じゃねえ。そりゃ俺たちもコミジルもリューマンもみんな同じだ。だったら抗うしかねえだろ。取り返しがつかねえってんなら、なおさら取り返してやろうじゃねえか。でも賞賛があんのか。そんなもん必要ねえ。昔荒川のおやっさんに言われたよ。賞賛があって殴りに行くのはただの弱い者いじめだってな。でも賞賛もなしに殴りに行くってのはただの無鉄砲ってもんだろ。ちげえよ。賞賛なんて考えらんねえ強いもんに立ち向かう、それが本当の喧嘩だ。俺らの敵は民事党に近江連合、日本の表と裏のてっぺんだ。上等じゃねえか。思いっきり喧嘩してやろうぜ。日本の表と裏の頂点に喧嘩かな。かか、さすがに足立さんもビビっちまってんの。バカ言え、相手に不足はねえ。やってやろうじゃねえか。ただその表の頂点ってのに警視庁も加えてくれねえか。そうだった、もちろん分かってるって。よっしゃ。ったく、呆れるくらいどうしようもない人たちよね。まったくだ。でも好きなんでしょ。うん、そんな自分にも呆れちまうよ。ナンバー、サッチャン、俺らと一緒に。はいはい、もう結論出てるから。さすがは俺たちの仲間だ。でもナンバーはどうなんだ。お前は弟さんの無事が確保されたことだし、結婚の話だって本当にいいのか。俺がそんなに薄情に見えるか。こうなら地獄の果てまで一緒に戦って弟の結婚式のスピーチのネタにしてやるぜ。決まりだな。どいつもこいつも今に見てろよ。Et voilà, on a fini le chapitre 11. Qu'est-ce que vous en avez pensé ?
タパパー。 Il nous fait quoi？ おい、お待たせ。Oh, on mange avec lui. Ça a l'air bon, c'est des crevettes avec du curry et tout. C'est quoi ? J'ai trop faim.確かにうめえけどよ。じゃあ俺が議事進行しよっか。これがクメ君、ブリーチジャパンの横浜支部長。次の総選挙でこの地区から立候補するって御仁だよ。青木亮がこの偉人帳を自分の色に染める手始めが彼ってわけだね。ここだけじゃねえ、全国でブリーチジャパンの支部長たちが出馬するんだろう。そうみたいだね。となりゃもはや日本中がなるようにしかならねえ。今青木知事の人気に対抗できる勢力はどこにもねえんだからな。ちなみに星野会長は久米は当選確実って読み？まあな、久米は絶大な青木人気の後ろ盾だけじゃなく、サポートも全力でやってもらえるだろうからな。やはり手がてえとこだろうな。ああ、しかも青木亮にとってここ偉人町は特別な意味を持つからな。かつて荻窪豊の王国だったこの町を取ってこそ、その後継者を名乗れるということは誰より理解しているはずだ。そうだな。たとえ日本中の他の地域で民事党が勝ったとしても、この偉人帳を取らねえと意味はねえ。どんな手を使ってでも勝ちに来るだろうな。そうだね。ああ、やっぱり納得いかねえな。ですよね。何がだ？だってそうでしょう。このままじゃやられっぱなしですよ。しかし、ほっといたら結局勝つのは若です。でもブリーチジャパンなんて近江連合を手足で使ってる限りなくブラックな連中ですよ。そんなのが偉そうにグレーゾーンの排除だとかヒーロー気取りで抜かしやがって、おまけにこのまま日本を牛耳るだなんて、そんなの納得いくわけねえでしょ。だが相手は政治家だぞ。さすがにその領域に手出しは。情けねえこと言うなよ。あんたたちは自分らなりのやり方でずっとこの町の弱いもん守ってきたんじゃねえのか。それ偽札作って偉人帳の均衡を保ってきたことはお世辞にも褒められることじゃねえよ。でもあんたらみんなこの町の世話になって、この町に恩があるって気持ちに嘘はねえんだろ。それに偽札の話だって最初に持ちかけてきたのは荻窪だ。でもここにいる誰一人として金儲けがしたくてその話に乗ったんじゃねえ。元はといえこの町で起こる抗争を止めるためだ。もしこのまま黙ってちゃ偉人さんの名が廃るってもんですよ。おい、ちょっと言い過ぎじゃねえか。調子に乗ると私も黙ってられないね。ちょっと待った、僕は春日君に同感だね。お前、俺らは確かにグレーゾーンの住人だよ。表立って自慢できる生き方もしてこなかった。でも自分の部下や家族を食わせるっていうプライドだけはあったよ。それについちゃ損費も同じじゃない。今ここで引くってことは自分らの過去を丸ごと否定することだよ。ちょ、
俺はハンピン・リューマン全員の命をあんたに預けたんだぜ。このままじゃカッコつかねえだろ。ここは新しいリーダーの最初の仕事だと思って、力貸してくれ。わかった。落ち野会長、俺からも改めてお願いします。お知恵をお貸しください。ああ、わかったよ。まったく、ただご馳走するって言われてきたんだがな、すっかり乗せられちまった。ただほど高いものはないからね。よし、じゃあ行ってやりましょう。調子に乗ってる若造に一矢報いてやるか。でも手始めにどうするか。そうだね、目標を定めないと。そこはやっぱ決まってるでしょ。あ、何？若のメンツを潰すことさ。つまり。つまり？この町の選挙で久米が落選すりゃいい。久米を落選させる？どうやって？いや、まだそこまではわかんねえですけど。でも、もしやれたらざまみろって感じですよね。簡単に言うんじゃねえよ。じゃあ襲って立候補できない体にでもするか。ならうちの暗殺部隊が。殺す気かよ。抵抗されれば最悪の場合は。そういうのはダメ。それにそんなことしてもすぐ次の立候補者を立てるだけだよ。向こうは勝つまでやめる気はないでしょう。勝つまでやめないか。うん、それで。え？つまりこっちが普通に選挙で勝ちゃいいんだ。久米より票を取れる候補者立てて思いっきり任す。でなきゃ若の花は開かせねえ。まあ筋は通っちゃいるが、久米より票を取れる人間って言われても。ま、相手は久米っていうより青木亮の人気が票の源泉だけどね。星野会長、誰かお心当たりはありませんか？あいにく思い当たる人間はいねえな。今まで荻窪という存在が大きすぎたせいで、この町やまともな対抗馬が育たなかったからな。選挙の時はいつも形ばかりの対立候補がいただけだった。じゃあいっそ星野会長が出馬ってのはどうです？なんだと？だって地元じゃ顔も広いし貫禄もあるし。いくら委員長でも極道が当選するわけねえ。当選したら下で世も末だ。確かに。誰ら探してみる。青木亮に勝てる候補者をな。お願いできますか？かまめが俺にだけ骨折らせるつもりじゃねえだろうな。はい。選挙ってのは金がかかるんだ。候補者見つけたとこでその金まで俺に出せってのか？先に言っとくけど、今うちに金の余裕はないよ。いかほどかかりますんで。全部出せとは言わねえ。だが立候補するには供託金300万ってのが現金で必要だ。Bon, les a, donc ça tombe bien. 300万、俺に用意しろと。でかい喧嘩を売ろうって人間がそれぐらいの金作らなくてどうすんだ。はあ、会長の言う通りだね。どうする、春日君？On les a largement, j'ai une centaine de millions. Il me faut 3 millions de yens pour pouvoir mettre quelqu'un en face du jeune maître. Ça fait une sacrée somme. Quand j'aurai l'argent, il me restera plus qu'à attendre tranquillement que le président Hoshino trouve un candidat.